フォーカス・ザ・リポート。それでは今週のラインナップをご紹介します。まず一つ目は大阪 TV から私が行かせていただきました関西コレクションの模様を、そして二つ目は神戸 TV から、こちらも私と、そしてモデルの玉木ちゃんと一緒に行ってきました、はい、山田電機から美容家電の特集をお届けします。それでは一つ目のリポート先にフォーカス・イン。関西コレクションということで、今回はね、大阪で初めてのファッションショーだったんですけれども、はい、今回行けましたか？今回見に行けなかったんです。他に今までにファッションショーを見に行ったことはありますか？はい、神戸コレクションとか、はい、何度か行ったことあります。今回の動画は私が行かせてもらって、モデルのエリナさんと一緒に行ってきたんですけど、はい、やっぱりモデルさんから見るファッションショーっていうのは視点が違うみたいで、はい、すごい勉強になりましたってエリナさんも言ってたんですけど、はい、どうですか、ファッションショー見るときどんなところを注目しますか？はい、そうですね、やっぱ職業柄かついつい見てしまうのはウォーキングの形だったりとか、なんかその歩いてる感じの雰囲気とかオーラとかについつい目がいってしまいます。私も今回初めてファッションショーというのをライブで見たんですけど、はい、モデルじゃなくてもかっこいいなって憧れるし、無理だって分かってても一回あそこで歩いてみたいな気持ちやろうなっていう ね思いながら見てたんですけど、やっぱりランウェイには憧れがありますか？そうですね、やっぱりあの出る側としてはあのデザイナーさんとかヘアメイクさんの方と一緒にこうあの作り上げてみたいな、一体となって作るっていうのはすごく楽しいですね、はい、で今回あのプロデューサーの佐々木さんにインタビューをさせていただいたんですけれども、はい、本当にガチで事前に打ち合わせがあったとかそういう情報をもらってたというわけじゃなくって、はい、あのインタビューの中でエリナちゃんも私も出たかったんですっていうお話をしたら、次回9月にある第2回目の関西コレクションでは、はい、ぜひ一般応募もしてみましょうというお話が出たので、はい、まだちょっと実現するかどうかはそのインタビューが本当に初めてその話が出たのでわからないんですけど、はい、嬉しくないですか？そうね、すごいことですよね。すごいいっぱいチャンスが来ますよね、みんなに。やっぱり本当にモデルさんももちろんですし、もしかしたらモデルさんじゃないあの今何もそういうことに ね、はい、関わってない人でも、はい、9月にはあのランウェイを歩いてるかもしれませんので、はい、ぜひ実現したら楽しいなと思いますけれども、はい、やっぱりあの佐々木さんもウォーキングは重要だっておっしゃってましたの で、ね、きっと普段からウォーキングの練習はされていると思いますけど、そうですね、はい、より気合を入れて9月を目指してウォーキング頑張ってください、はいね、はい、ぜひ9月には舞台立てたらいいなと思います。動画をご覧の皆さんもあのランウェイを目指して頑張ってみるのもいいですし、ファッションショーを見にぜひ足を運んでいただければ、私も初めてライブで見ましたけど本当に楽しかったので行ってみてください。それでは2つ目のリポート先にフォーカスイン。今回は玉木ちゃんと一緒に山田電機ラグ三宮に行ってきました、はい、感想はどうですか？いや、すごいあんなに種類がたくさんあるとは思ってなくて、すごい勉強になるというかちょっとこれからなんかねいろいろちょっとやってみようかなってすごく思いました。色合いとかも、はい、昔ってこう白、そうですよね、まあ、シルバーとかそれぐらいだったんだけど、はい、まあ、もうピンク中心にすごい可愛らしくって、ね、よかったよね、はい、カバンの中からやっぱね実用的な感じが出るよりやっぱ、うん、ああいう可愛いのが出る方がいいですよね。そう、携帯できるようになったっていうのも多分最近 の、 そうです、ね、あの特徴かなって。昔は結構大きいものが多かったので、はい、立ったとしても家に置くのもちょっと困るっていう感じだったんですけど、今回すごくあの携帯できるサイズのものもたくさんあったので、はい、新しい形でホームエステ楽しめるかなって思ったんですけど、はい、そう言いながらも多分ね玉木さんもそこで見ていても本当にお肌綺麗でツルツルで羨ましいんですけど、今が大切だと思うんですよ私の経験と、はい、若い時はついつい、はい、あのお肌が綺麗だし困るトラブルが少ないからねたらかしにしがちなんだけど、はい、まあ、今ケアしておくと、ね、きっと私たちぐらいの年代になった時に、はい、他の方より差が出ると思うんです。若い時って差が出にくいので、はい、今回さこんな時があって、はい、あんなにたくさん体験させてもらったので、はい、ぜひああいった商品の中から、はい、今の自分のケアに合ったものを一つ選んでみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、それからプレゼントとしてもね、はい、今回も一応ホワイトデーのプレゼントの一つにどうかなっていうことで足を運んだんですけど、はい、本当に
男性からプレゼントするっていうのは、そのさっきも言った大きさとかでプレゼントのイメージがなかったんですけど、はい、あんだけおしゃれで携帯できる小さなサイズだったら、はい、男性からのプレゼントとしても十分に、ね、はい、ね、おしゃれだし、はい、嬉しいですよね。すごいセンスのあるプレゼントですよね、うん、はい、でも実際行ってみたら、はい、もうプレゼントでもらうより、はい、自分で買っちゃおうかなっていう感じの可愛いのたくさんありましたね。はい、ということで、ぜひ皆さんもホームケアを大切にということで、ぜひ駅から近いですから、三宮からすぐのところにありますので、はい、山田電機ラビ三宮に足をお運びください。